ただいま。はい、ということで帰ってきました。もうね、最近私本当にやばかったの、スケジュールが。今日はやっとそれの最後の日って感じで、4時間睡眠を5日連続ぐらいでやってて、今日もね、コーヒー 1.5 リットル飲んでみたいな生活してたんですけど、なんとですね、なんと明日なんと、デートです。ということで、本当に準備しないといけないじゃないですか、それは。寝てませんとか言えない。だから、今から気合の入れたデート前日ルーティーンやっていきたいと思います。最近ナイトルーティーンやってなかったんだけどね、結構から変わったんですよ。そう、最近引っ越したっていうのもあって、てかごめん、この背景ばっかりじゃん？実はまだ引っ越しの段ボールめっちゃあって、床が見えないぐらいぐちゃぐちゃなんですよ。片付ける時間なくて。あとね、家具もまだ全然買ってなくて、化粧品を片付ける棚がないんですよ。だから今本当にやばくて、カゴの中にめっちゃ化粧品入ってるみたいな。なので、この画角ばっかりで申し訳ないんですけど、今日はナイトルーティーンやっていきたいと思います。ちなみにこの価格ばっかりでとか言ってるけど、実際私ずっとここで過ごしてんのね。メイクの動画撮るのも、こういう YouTube の動画撮るのも、あとメイクするのも、勉強するのも、ドライヤーするのも全部ここでやってんの。これ椅子があるんだけどさ、ここに。で、ここに大きい机があって、全部ここでやってんのね。それかベッドで寝るかみたいな。それ以外はもう床埋まっちゃってるんでだから普通にここでずっと過ごしてるっていうのが現実なんで、温かい目で見ていただけたら嬉しいです。はい、まあデートについては動画の最後でも触れようと思ってるので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。それではレッツゴー。はい、とりあえず本当に寝ないと汗めっちゃ出るのね。なんか冷や汗みたいな変な汗がめっちゃ出るので、今すごいベタベタなんで早くお風呂に入ろうと思います。てか言うても今11時半で、さっきまでインスタライブしてたの。やっぱりね、どんなに忙しくてもデートもするし、大学も頑張るし、勉強も頑張るし、 YouTube も頑張るしっていう女でいたいので、とりあえずデート行かないといけないので、お風呂に入ってきたいと思います。お風呂に行ってきます。はい、ただいまーかゆい顔。え、寝不足だとやっぱり顔がちょっと赤くなっちゃいますね。お風呂はエプソムソルトの入浴剤を入れて、めっちゃ使って水を持って行ってね、飲みながら入ってきました。やっぱ寝不足でもね、入浴は欠かせないですね、大事な日の前日は。で、ヘアケアはちょっと言うと長くなっちゃうので、アンチャンネルを見ていただけたら嬉しいんですけど、ちょっとまだ乾かしてません。まあ化粧水は大事な日の前日っていうこともあって、いつもの慣れてるやつを使いたいので、いつものチラッと塗りまして、こっからですね、これからデート前日のスペシャルケアやっていきたいと思います。よく見ていてくださいね。では、とっておきのものを紹介したいと思います。これマジで最近、うわー、見つけちゃったーって感じ。じゃーん、モイストチャームマスクパックですね。最近めっちゃお気に入りで、大事な日の前日絶対してるパック、モイストチャームマスクを使っていきたいと思います。最初これいただいて、このね、会社の方から。使ってみたらめっちゃ好きってなって、びっくりしたの。本当にこれ本当だからね。ちょっと髪の毛痒いから止める。カニ、マジで私美容系で一生やっていきたいって思ってるので、適当に案件受けないんですよ。本当にいいと思ったものしか PR しないので、本当に信じてください。はい、まずこれめっちゃいいので、何がいいかっていうのを説明させてください。まずこのパック使うと、本当に肌が水分って感じになるんですよ。ハリ感とモチモチ感がめっちゃアップするっていうか、肌荒れを整えたりとかしてくれる効果ってよりも、もう今の肌の状態のままプルプルモチモチにしてくれるみたいな、美術でいうところのニスみたいな感じです。まず実際にこれは3種のナノカプセル化セラミドっていうのが入ってるんですけど、私セラミド大好きなんですよ。セラミドっていうのは、私たちの皮膚の角質層っていう、この皮膚の中の一番上の層にもともと存在している保湿成分です。で、セラミドはもともと存在もするんだけど、外から補うこともできます。セラミドは皮膚の中の油分と水分をいい感じにまとめ上げる役割を持っていて、セラミドがいっぱいあって皮膚の構造が整ってると、すごい状態が良くなって、逆にそのセラミドが減少して構造が乱れてしまうと、バリア機能が低下したり乾燥したりとか、花粉とか PM2.5 みたいな外部からの刺激に弱くなって、肌トラブルを起こしやすくなっちゃったりもします。つまりいっぱいいたんですけど、基本的な健康的な肌のためにセラミドはもう必要最低限ということです。皆さん、セラミドを覚えましたか？覚えたよ。
じゃあ次いきますね。3種のナノカプセル化セラミドの他に3種のペプチドも入ってるらしくて書いてあるんですよ。ペプチドって正直そこまで詳しくないんですけど、アミノ酸の一種らしくて、保湿効果だったり皮膚の保護作用があって肌に張りを与えてくれるらしいです。で、使い心地めっちゃいいです。まあ長々と語ってしまったんですけど、つけていきたいと思います。デート前日なんでね。これ無香料とグリーンティー&カボスがあるの。グリーンティー&カボス今日つけるんですけど、これ匂いめっちゃ好きなんですよ。これ初めてなの。私パックいっぱい使ってきたけど、ここにさ取ってガイドがついてて、こう広げやすくなってるんですよ。細かいですけど、一つのストレスフリーポイントとして私これめっちゃ好きですね。これ作った人絶対 INFP だろって思う。はい、こうね、分かると思うんですけど、こうシートめっちゃ分厚くてたっぷり入ってるんですけど、こっちやっちゃうの分かる。特に大事な日の前日のパックって、やっぱつけた後の肌の状態も大事だけど、そのつけてる間にどれだけリラックスできるかとか、贅沢気分っていうか、なんていうの、自分の肌にご褒美を与えてる感覚が味わえるって結構大事だと思ってて、その点でやっぱりこの香りも好きだし、こう、ね、シートのつけ心地めっちゃ好きで、これたっぷり液が入ってんのに液が垂れてこないのもめっちゃ好きなの。見てこれ、まぶたも覆えるんですよ。これ初めて見た。これもまぶた覆えるのはポイント高いですね。保湿大事だよね。特に私今年の3月4月とかの花粉で本当に肌がめっちゃ乾燥しちゃった時にこのパック本当にお世話になって、だから大事な日の前日はこれをつけようって、そんぐらいからなりました。パックってさ、その時肌に欲しいものに合わせていろいろ使ったりするんだけど、デートってなるとさ、メイクを厚くしてったらなんかバレちゃうじゃん。だからね、この元の肌ってすごい大事だと思うんですよ。これで10分から15分置きます。髪の毛早く乾かしたいんだけど、本当はお風呂出てから濡れてる時間をなるべく少なくするように最近頑張っててなんですけど、ちょっとめんどくさい、ごめん。え、でマッサージ、パックつけた時ってやっぱさ、ちょっと余るじゃん液。そういうのをこう出して首につけていただいて、でこう流すんですよ。これちょっと流すだけでも輪郭変わる。あとこうやってこうやったり、眉毛とかですね、こう眉毛をしたり。顔の肌の治安状態って全身の血流がすごく関係してるらしいの。例えばふくらはぎをちょっとマッサージしたらそれも肌にいいみたいな風にサロンの方が言ってて、だからね、ちょっとマッサージの時間を取り入れるようにしてるんですよ。では剥がしていきます。プリン、めっちゃプルプル。肌の水分量が上がって明るいなって感じじゃないですか。プルプルの潤いが長時間続くんですよ。最初に使った時は本当にびっくりした。袋の中に余ってる液を塗ります。もうべちゃべちゃに。で最後に毎日塗ってる皮膚科の塗り薬をこの上から塗ります。保湿とあとニキビのなんか消毒みたいなやつですね。はい、これでスキンケアおしまいです。やばい、携帯 3% 充電しなきゃ。はい、本当に今部屋荒れすぎてて映せるとこがなさすぎて、この画角でしか無理なんですけど、あそこ以外充電 100% にしてデートに行って、で帰ってきた時の残りの充電のパーセント数がそのデートの点数みたいな聞いたことあって、なんか楽しければ楽しいほどスマホを触らないから点数高いみたいな。私の場合朝から 100% ってことがないから、このまま行くと0点になります。なんで皆さんちゃんと充電してから行ってあげないと相手がかわいそうです。何が何して何。はい、充電しました。当日バタバタしたくないから、もう当日なんですけど服決めて荷物の準備もしたいと思います。眠すぎ、これにします。荷物は私個人的に最近絶対に持ち歩いている荷物トップ3は1位点鼻薬、2位がイヤホン、電車移動があるから、まあ、今日忘れたんだけど持っていくの。で3位がミンティア、大好き最近。デートも結構やっぱ資金戦だとミンティア必要だと思うんで、皆さんミンティアを買いましょう。あとはやっぱメイクはいつもね、もう最近はもうピンクでツヤツヤキランキランピッカピカみたいな感じなんですけど、やっぱデートなんでちょっと控えめ清楚系でいきたいと思います。かといってでやっぱアイデンティティなんだよ、私のピンクメイクは。アイデンティティを失わない程度にアイデンティティでいきたいと思います。みんなデートって何すんの、これめっちゃ気になるんだけど、デートって何すんの、え何すんのみんな、ちょっとデートで何をするかちょっとコメントで教えてください。
私ってあんまり外で遊ばないタイプなのね。友達とかと一緒とかでも喋ってるのが一番好きなの。一緒に買い物行くとかするけど、買い物行きながら喋るとか、喋りがメインなのね。だから私の一番の理想としては、友達の家に行ったりとか、私の家に来てもらって家で喋るっていうのが一番好きで、あとご飯行くのも普通に好き。 あとは友達がコスメ買うのについて行って私が選ぶとかはよくやるけど、これめっちゃ楽しい。はい、ということで、まあこんなねいっぱい喋っちゃって、もうこれ動画1時間回してるんですけど、もう2時なんで寝たいと思います。みんなもデートできるように頑張れよ。おやすみなさい。できます。おやかーい。仲良しちゃうんだよ。やっぱり友達が一番。めでたしめでたし。